日本の皆さんこんにちは、シャルケの内田斗です、ちょっと喋ってくれって言われたんでちょっと喋ってますけど、今度のというかあさって土曜日に、バイエルミュンヘンと、大きな試合があるんで、それの応援をよろしくお願いします。それからチャンピオンズリーグも、またあるんで、ぜひ、まあ、遠いですけどドイツまで足を運んでもらって、なんかこの前、日本人がたくさん来てもらったのがすごいみんな驚いてたんで、はい、ありがとうございます。礼儀正しく試合を見てくれるし、練習中も静かに見てくれるって言って、すごい、日本人の関心というかそういうのが、生活しているところから高まってるんで、ぜひ足を運んで一緒に戦ってください。